シネマサロンでここまでバカバカしいコメディ、うん、あんまり取り上げてなかったですね。そうね、思った以上にソフィスティケートされたスマートなコメディからもう180度ほぼ反対側にある映画だったね、うん。シネマサロン、映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はバットマンについて語ってまいりたいと思います。じゃあ T さん、いかがでしたか？予想以上のおバカっぷりに。そうでしたね。なんかもう劇場も大爆笑で幸せでしたね、うん、楽しかったです。はい、自分は損した感じも若干あってやっぱりマーベル DC いっぱい見てる人はめちゃくちゃ楽しめるんだろうなと思いました。あ、うん、まあ、楽しいんですけど、うわこれちょっと自分は半分ぐらいしか楽しめてないかもみたいには思ったので、まあそこだけちょっと悔しかったかなって感じですね。はい、始まった瞬間にマーベルロゴで始まるじゃない。そうそう、マーベルロゴじゃないんだけど、はい、ハグリーンのね、あれがおかしいよね、うん、結構だから本人たちは相当楽しんで、うん、あのパロディーをやってんじゃないかなっていうのがあって ね、まあ、あのスパイダーマンの見え見えの木のキスシーンとかさ、うん、ぶら下がりいっぱいありますよね。もういっぱい、ね、僕でさえ分かるからね。そう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 、それはね、だからマーベル DC ファンの方は絶対見逃し厳禁かなと思いますね、うん。でもちょっと不思議なのは、うん、権利問題はどうなってんだろうっていうのがすごい不思議で、クリアしたんでしょ絶対。やっぱりクリアは、うん、まあ、カナルプルスさんってね、フランスでも最大手の会社さんだから、うんうん、でもこれ残念ながらパンフレットがなくて、うん、パンフレットないの？ないんですよ。だってこれパンフレットすごく欲しくなると思うんですよね、特にパロディとかね、うん、で、うん、マーベル DC ファンの方はオリジナルとの比較とかがね、うん、楽しいじゃないですか、うんうん。だけどこれだからなんかね、そういうのは OK が出なかったのかなとかね、あちょっとそうか、スーベニアブロシャーは作るべからずみたいな、うん、OK が出ないみたいなことにはなかったかな。アルバトロスさんに聞いてみたらですかね、うん、はい、ちょっとじゃあヒアリングしてみましょう、うん。はい、ネタバレはだから特にあたりですけど、ネタバレはでも一応お話的にはあるんじゃない、はい、うん。まあ、なんかあのさっきそんなにキャメラを止めるなんとかでも喋ったけど、フランスのあのローカルのまあはっきり言ってくだらないコメディ路線っていうのがあるじゃん。昔だとクレイジーボーイズとかね、ロイド・ヒュネスの大なんとかシリーズとかさ、まあそういうのの延長上にあって、しかもこれ彼ら多分ね、劇団かなんかやってんだよね、このフィリップ・ラショーさんって。だから多分そういうこう身内乗りのなんかこうちょっと悪乗りネタっていうのもあって、うん、その彼らがそのアメリカの大メジャーのいろんなヒーローものとかのねパロディある、うん、ここに多分面白さがあるんで、うん、まあ、僕はもう一つ、うん、あのエンターテインメントしなかったですね、うんうん。これだからフランス人が見たら相当楽しいんだろうなっていうには思うよね、うん。だからそのやっぱりマーベルのファンとかがね、マーベル DC のファンとかがそのオリジナルになるとこあるじゃないですか、キャプテンウルトアメリカとか、そういうところがすごい、そこでみんなおお来たかみたいになると思うんですよね、うん。あとそのね、ちょっと X-Men みたいなところもあったりとかね、うんうんうん。あとこれそのこの端っこのね、うん、彼これケビン・スミスかなとちょっと思ったんですけ ど、裏側の一番左端の、え、違うよ全然、誰、え、これだからこの劇団の人、いやそうなんですけど、うん、そのケビン・スミスをパロってんのかな。あー、そういうことか、うん、本当にあんたの説明ね相変わらずすごいなんかケビン・スミスのパロディじゃないと、そうダッキーな感じがね、あ、うん、ちょっとあの個人的には違うかもしれないんだけど、かななんかっぽいなと思って見てました。うん、まあケビン・スミスだったらなんかキャップを反対からかぶっとけやね、あ絶対そうだなってなるんですけど、ね、ちょっと下ネタっぽいのってか、まあ、おバカネタみたいな、くだらない映画とは思ってなかったですねあのね、シートからなんか棒が出てくるとことかもくだらないからね、うんうん、車のシートからね、うんうん、あれでも息子そのまま許しちゃうのあれ、お父さん、まあだってほら全部彼に肩代わりさせたからね、そっか、うん。でも普通あいつもなんかきっと言うだろうからね、うん、まあ大体ツッコミどころいっぱいあるんじゃんだってこれ、ね、うん、
まあだからそこは無視なんだよ、そういうの。そうだよね、うん、でもそういう映画だなってのはもう鼻からわかるから、わかるからね、見てる。別になんだこれあって怒ったりはしない。もうだって無理無理じゃない最初からこれ。うん、うん、一番おかしいのはさ、あなたが主役になった、うわーいガーンとかね、あれが一番おかしかったけどね。いや今のは冗談だったのよ、あんたに決まりよなんつってね、うん、あれだからね、ひどいよね。あれ面白かったな、ああいうとこ面白いな、うん、まあ、あのなんか放り投げたさ、何のなんか伏線回収もしないジョークとかがね、一番面白いなと思う、うん、まあだからああバカバカしいの見て面白かったみたいな、そういう映画ですよね、うん、そういうノリですよね。思った以上にソフィスティケートされたスマートなコメディからもう180度ほぼ反対側にある映画だったね、うん、だからこうなんか人間の哀切とかそういうのはなんか、うん、そう感じる暇もないぐらいバカバカしいことだったよ。フランスって結構さ、このすごくこうおしゃれでさ、スマートな感じがするんだけど、こういうの作るの好きだよね、うん、本当に。T さんいかがでしたか？そうですね、私もなんか思った以上にずっとくだらなくて、うん、なんかすごいって思って見てて、なんかでも後ろのちょっと後ろに座ってる方がもうフランス人かなってぐらいずっと笑ってたので、あフランス人だきっとって思って、なんか終わったら見よ、こうやって振り返ろうと思って終わったら中学校か高校生ぐらいの男の子の集団で集団だったんだ。でもバタバタってぶつかりながらこう出てって、逆にだからその感じだったんだと思って、そのぐらいの人たちが一番面白い。そうかもしれないですね、俺も見終わった後後ろですごい全部の箇所いろいろ突っ込みながら言ってたのは、まあすごい若い男の子2人組だったもん、多分そういう子たちが見ると楽しいんでしょうね。ですよねって思いました。私もなんか そこまでは笑えてなくって、なんか結構こう、うーんって見ちゃってるので、そうそうそう、なんか、まあでもすごい、こんなにおバカな映画はなかなかね、うん、もうジャンユーガングラードが老けちゃってさ。ジャンユーガングラードはね、うん、確かに、本当にそうでしたね。うん、あのかっこよかったのね、ジャンユーグ。いやそれは年も年齢もね、減るよね、やっぱりね。シネマサロンでここまでバカバカしいコメディあんまり取り上げてなかったですね、うん、そうね、うん、一番じゃないですかね、あんまり言及できない、まあ、邦画ではね結構何本かコメディやりましたけど、なんか語りにくいかもしれないなっていう、まあ、語る内容はない、ね、内容はないよ、うんうん、まあ、まあまあまあ、なのでリクエストいただいた方コメントお待ちしてます、どうご覧になったのか、うんうん、なんかパンフレットもないし、パンフレットがあればね、うん、パンフレット情報を語れるんですけどなかなか難しい回になってしまいましたいやそんなことないね、はい、割と予想は予想してた、ね、そうか、うん、はい、ということで、はい、じゃあ今回あっさり、語ってまいりました、バットマンですが、皆さんいかが感じられたでしょうか。コメントお待ちしております。どうもありがとうございました。